両の愛ないやつ決勝戦まさかのまさかの決勝佐藤さんは正直予選勝つと思ってましたいやちょっとあのお土産あれがちょっと納得できんわそうですね、さあ静岡徳島バージョンでうん、じゃあ行きましょうよちょっといい問題出してください、うん、さっきさ、うん、静岡の問題青じゃあ交互に行こうよ交互徳島静岡徳島静岡青です交互じゃあ徳島県から行きましょう OK はい行きます、うん、世界にもその名を知られた徳島の阿波踊りは、うん、毎年8月12日から15日までの4日間開催され何年の歴史を持つでしょうか何年 ?1 番、うん、200年、うん、2番300年、うん、3番400年4番500年もう2345で2345よしこれでいこうこれはちょっと当てとかなきゃなうんちょっと待ってそうだよこれでいこう、うん、はいせーの300年わー一緒正解は400年うわー400年だ400年なんですねじゃあ江戸時代より前よりなんだねえだちょうど江戸時代じゃないですか1600年代なのいや江戸あ400年か、うん、1600何年だとちょうど江戸時代です始まったばっかり江戸からあるの始まっ、ね、俺はすぐはないかなと思ってそう同じ感じでした100年ぐらい経ってから、うん、ちょっと江戸幕府が平定してからちょっと静まってからできたのかなと思ったよね、うん、いやということです、うん、いい問題ですいやでもまあ1000でも800年代ぐらいかなと思ったけど、うん、もうちょっと前にしとこうと思って、うんうんうん、うわじゃあ静岡県いきます、はい、ジャランさんが出しております、うん、天敵やジャラン天敵観光ガイドジャランさんが出している観光ガイド静岡県のランキング上位3つを答えろそれ何枚出てんのこれ全部出てます10位まではい10位じゃどちょっとイメージしたいから、はい、10位教えてどういうとこか、うんはい、じゃあ9でいいよ9はうなぎパイファクトリーそういうこと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 ですよ8位が大室山ああ大室山ね伊豆ねはい7位が熱海にあるこれ大空神社ですか分かんないこれ私本当に行かないから分かんないこれ行ったことありますかそういうとこね、はい、1位2位3位ねえもうピンポイントってことねはいそれっぽいものかけてたら OK にしましょううんはい、ただしですね、上位1位と2位は名前が違うだけでやることが一緒なんです。なので、4位のものを書いてても正解にします。うん、えよし、できた。3つできたわ。もういい、私がもう大好きだったところ書いた。うん、じゃあ行こう。はい、もうここは私がもう好きな場所書きました。うん、オッケー、はい、せーの、じゃん。俺はね、富士サファリーパーク大井川鉄道伊豆グランバル公園。富士サファリーパーク日本平動物園浜名湖パルパル。俺日本の松原かなと思って最初、ね、でも子供の子行くって言ってやめて、うんうん、ちなみに浜名湖パルパルって何するとこですか遊園地で動物園動物園サファリパーク、まあ、動物園それは何ですかサファリーパーク大井川鉄道っていうあのトーバスとかが走ってへえであの伊豆グランバル公園大井川鉄道名前は有名ですよねうん、うん、残念ですえ全部どれも入ってない全部入ってないえ嘘でしょ1番みかん狩りですえちょっと浜名湖のみかん狩りちょっと第2位が、ま丸福ガーデン熱海のみかん狩り第3位が伊豆のクラフトハウス伊豆高原でガラス細工作り第4位が熱海クラウド工房で陶芸教室ですねらしいんですよこれねみかん狩り有名なんですかいや大井川鉄道やろいやもう富士サファリパークですよまずはまあもういいよ次はいはい徳島県の、南国地名はいこちら何と読むでしょうかじゃあ選択を与えましょう、うん、いいですか、うん、1大武器2大ボケ3大ポキ大ポキはい大ポキ分からんなこれさっさ分からんぞこれさっさ分からんぞ分からんぞでも書いてて変えてないってことは何かに入ってるってことじゃんいや俺やっぱ分かってるから分かってるんですか、うん、大武器大ボケ大ポキじゃあこれにかけてみよう3分の1だから、うん、いやー迷うなこの3択1番迷うなじゃあこれにしようはいはいせーの2番の大ボケ正解おーおどうですか正解ですええー、大ボケと大ボケ小ボケもあるね小さいあそうなんですかそうそうそうへえイヤの方ねへえイヤって何真ん中らへんあそうなんですか四国の山の方へえ分かって成功したらええいい勝負今1-1うん静岡行こう
じゃあこれにします、はい。静岡県の面白い地名、実際にある地名のうち次のうちどれがあるでしょう、うん、1あるでしょう。クマ、2ウサギ、3パンダ、このうち1つは地名としてあります。これ全部1つあるんだ。1つあります。クマ、ウサギ、パンダ。クマ、ウサギ、パンダ知らない知らないクマ、ウサギ、パンダ。はい。いや俺分かっちゃったな。正解やこれ、 1000% 正解や。そう、ああ知ってた、知ってたもん。本当ですか、うん。これをああやって言ってんのかなっていうのがあるんですよ。違うかな、わかんない。いいですか。はい、うん、せーの、クマ、ウサギ。え、答えはクマです。やったー。だって徳川家康白ウサギって言われてたね。どうする家康で。だからそっからのウサギかと思って。え、でもこれクンマじゃないですか。クンマじゃない、クマです。クマって書いてある。クマって書いてます。なんかクンマクンマっていう地名はよく言われてて、ちょっとあれ、でも多分ちょっと、はい、リクエスト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 、でもまだ正解だから大丈夫です。リクエスト、リクエスト。じゃあ多分なんか今クマのことをなまってクンマって言ってたのかなと思って。クマ、あ、で、よ、あ、両方あるんだ。同じ呼び方です。あ、だですって。クマって言うし、クマとも呼ぶ人がいる、はい、あ、だからだ、あ、じゃあ私、いや、ちょっとそれ、だから、やったやった疑惑やな。え、だクマっていう人もいるんですよ、なまってクンマっていう人もいるってことです。今だ俺だってクンマ派だから、クンマ派やから、あれが、俺あれがクマと呼ぶとは思わなかった、俺クンマ派だから。クンマっておかしいって、俺あれがクンマ、俺クンマ派だから。クマなんで。よっしゃー。え、1対1ですか今。うん、1で0。うん、え、2-0 だ。え、2-0だ。2-1。あ、2-1。2-1。おー、あと2問、徳島静岡。あ、まだ。自分、佐々木さん、徳島県のお土産ランキング1位といえば何でしょう。それはもう、ナルト金時ある。を用いた金の雫というお饅頭が有名だ。金鳥饅頭ってこ。はい。1個、何円で売られてるでしょう。近い方が正解です。一つね、箱じゃなくて一つ。はい、これね、1個入り、3個入り、6個入り、10個入りということで売られております。その写真だけ見せてもらえますか。想像ができない、全然どういうのか。俺も想像できて、うん、俺徳島のお土産とか買わへんの。これです。え、ほー、初めて見たわ食べたこともないわ。これ、小売りされてるってこと。小売りでもってます。ただインターネット通販では販売されておる 徳島県内の一部のお土産さんしか買えないらしいです。金の雫、はい、へえ、初めて聞いたな。わかんないです。の一ついくらで売られてるでしょうという問題です。税込み、私税込み、税込み、税込みね、はい、1個だよね。1個っす。よし、これでいいわ。じゃあもうこれにする。ああ、え、それはなんか高級菓子的なやつなの、それとも大衆の。これは、ね、近い方が当たり。近い方です。ああ、ちょっと待って、え、10個入りもあるの。10個入りもありますよ。あ、待って、買おうかな、まあ、これでいいよ。空港とかこれでいいよ。俺空港で買えるのか。空港も買えるし、駅でも買えるし、イオンモールでも買えます。1個、はい、ちょっとこれ高いかないや、俺もちょっと高いかな、高いかもしんない。あ、さあ、 OK、はい、1個早くしてはい、いくよ。はい、せーの。380円。正解は173円。あ、高すぎるって。高級菓子なんじゃないの？いや、これ10個入り3200円よ、はい、だから今あれちょっと高いから。俺最初220円にしてて、はい、でも10個入りで2200円は高いなと思って。小売りで売るのに170円あるかなと。はい、これで佐々木さん追いついてきました。さあ、ラスト問題、ラスト問題、もう早く箱間さん時間ないよ。はい、じゃあ行きます、静岡県を代表するお土産といえば第1位はうなぎパイです。うん、第2位に有名な山大地の安倍川餅、うん、安倍川餅ね、はい、あります。現在楽天市場の価格はいくらでしょう。写真、これです。ちなみにこれが第2位です、お土産ランキング。だから多分オーソドックスなんですかね。4パック入り、はい、1箱4パック入りがいくらか。はい、そんな安倍川餅見たことないで。山大地っていう会社が出されてる。でもこれはオーソドックスなんですけど、うん、駅で売ってるようなやつ、うん、で4パック入りがいくらか。1箱4パック入り、多分1箱に4つしか入ってないんじゃないですかね。4パックでいくらか。ああ、箱ですね。1箱ですよ。1箱いくらか。ああ、
これは分かんないです。食べたことなかったら。安倍川餅もやっぱさ、やっぱ乾き物の方がお土産に買って帰るんで買わないんですよ。第2位なんですよ、お土産ランキング。いや、安倍川餅ちっちゃい頃はよく食べてた。一箱いくらかね。はい、楽天価格、ごめんなさい、楽天市場で現在売られてるわけ。オッケー。え、セールとかになってない？セールとかになってなくて。セールとかそれはないっすよ。だ店頭ではもしかしたらちょっとちゃう可能性はありますけど。じゃあもうそれが探しきれなかったんで、もう私の好きな数字でいこう。はい、できた。ちょっと安いかな。せーの、880円。1540円。正解は1690円。あー、そんな高いっけ。いや、さっきさ、金の雫ちょ高いってなっちゃったからさ、あれかもしれない。あれもう230円なのかなみたいな。はい、チャンピオン、静岡通んな、静岡入ってくんな。静岡大好き。逆転負けやからね。逆転負けだ。最後の2問でやらない。もう静岡入っちゃダメ。はい、こんなに静岡のこと好きなのに。では罰ゲーム、今の心境を、今年引退される谷保恵美さんに、尊敬の思いを込めましてモノマネをさせていただきます。今の気持ち。4番、静岡。